エポックタイムズは2016年大統領選の時にトランプとロシアが選挙に介入したとされるロシア疑惑とそれを調査する FBI が外国情報監視法ファイザーを乱用して問題となったクロスファイアーハリケーンいわゆる一連のスパイゲートについて報道してきました。 調査記者のジョン・ソロモン氏とシーマス・ブルーナー氏はこの一連のスキャンダルの発端はトランプ大統領が出現するずっと前の2009年に遡りオバマ政権の最高位にいる人々が直接関与したと指摘していますアメリカの思想リーダーヤン・エキレックがお伝えしますジョン・ソロモンさんシーマス・ブルーナーさんようこそ当番組へありがとう光栄ですお二人の著書 フォールアウト落下を読んでいますが非常に中身が濃いですね膨大な情報をつなぎ合わせて事件を解明していく手腕は見事ですこの本が主張しているのはトランプ大統領とロシアが共謀して大統領選に介入したといういわゆるロシア疑惑はでっち上げでこのスキャンダルはオバマ政権によるロシア政策の失敗を隠すためだったということですね 2年前の春、私はクリントン陣営の選挙対策本部の幹部と食事をしながら、トランプのロシア疑惑について話していました。彼は、なぜ我々がロシア疑惑を作ったのか知っているか、と聞いてきました。トランプを貶としめるためでしょう、と私が答えると、彼は、きっかけはもっと前だと話してくれました。ご存知のように、2015年にピーター・シュワイザーの本、クリントン・キャッシュが出版されました。 この本にはクリントン夫妻がロシア企業から莫大な献金を受け取り、便宜を図ったことが書かれています。クリントン陣営は、この本が2016年の選挙戦に影響することを心配していました。また、ロシア政策の失敗を選挙戦で追及されないように画策する必要がありました。つまりクリントン陣営は、ロシア問題から共和党の目をそらすために、ロシア疑惑をでっち上げたのです。 彼らは後にスキャンダルに巻き込まれたトランプ陣営の選対本部長ポール・マナフォートも徹底的に調べましたつまりロシア疑惑は選挙戦でロシア問題から世論の注目をそらすためにクリントン陣営が仕掛けた戦略だったのですその瞬間私は2009年から2019年のトランプ大統領弾劾に至るまでの一連の出来事がすべてつながっていることを理解しました私は非常に驚きましたよ ここんななとは思っっても見なかったかたらですつまりこれは2016年の大統領選で争点からロシア問題をそらすことを狙った民主党のプロジェクトでしたその後トランプが民主党の思惑通りに行動し元 MI6 職員のクリストファー・スティールが偽のトランプ調査書を FBI に提出した結果クリントン陣営のプロジェクトはとんでもない方向へと転がり始めました 私は夕食の席で話を聞きながら、なぜクリントン陣営はそこまでしてロシア問題を隠したかったのか、と不思議に思いました。私が調査に乗り出し、インタビューを重ねる一方、シーマスが膨大な情報を発掘し、協力してくれました。私はピーター・シュワイザーと共に、クリントンキャッシュを書き、ウラニウムワン社、ウラン採掘会社の買収をめぐる、クリントンの汚職疑惑に没頭していました。 ビキリークスが公開したメールによるとクリントン陣営はクリントンキャッシュの出版を恐れていてその対応に追われていたことも分かりましたビキリークスによると2015年末頃クリントン陣営は世論調査会社を雇い有権者の意識調査を行いましたこれはテレビのいわゆるやらせ世論調査ではなく実際の世論調査ですアンケート調査でヒラリー・クリントンに投票しない最大の理由は何ですか という質問に対して回答者の67%がウラニウムワン社の疑惑を挙げました70%近くがヒラリー・クリントンにほぼ投票しないと回答し50%が彼女への投票を躊躇していました一方彼女が公務メールを使用サーバーで使っていた問題を重視する人は31%に過ぎませんでした 当時彼女のメール問題がメディアで騒がれていましたがそれはウラニウムワン社の疑惑を隠すためだったのです非常に興味深いですね当時は2つの世論が形成されましたその1つはウラニウムワン社の疑惑はでっち上げだとする意見でもう1つはオバマ政権の対ロシア政策が失敗だったという意見ですがこれはあまり一般的に認識されていませんね ですから、民主党陣営は非常に効果的に、真の問題から世間の目をそらす対策を取っているのです。ブルッキングス研究所によると、トランプとロシアが共謀しているという、いわゆるロシア疑惑の話題は、民主党陣営が焚きつけました。ブルッキングスは、オバマの対ロシア政策は失敗だったが、我々は民主党でリベラルだから、それに騙されたと結論づけています。 我々はウラニウム1社の買収をめぐる調査をしながらプーチンという人物を分析しました彼の対アメリカ戦略は非常に緻密で狡猾ですチェスで言えば彼は我々の10手先を読んでいますプーチンの真の狙いは地政学的なエネルギー支配です彼はすでに東欧でそれを実践しました東欧はロシアのガスに依存しているためロシアの支配下に置かれました プーチンの言うことを聞かなければ東欧は同じやり方で欧米諸国に近づきウランを支配しようとしましたプーチンの部下が書いた戦略文書もありますよ一方でアメリカ政権のオバマバイデンクリントンはロシアとの関係修復を図りました2008年ロシアのグルジア侵攻をきっかけに米ロ関係は冷え切っていました ブッシュ大統領は2008年の任期の最後の頃ロシアとの核エネルギー取引を進めようとしていましたがグルジア侵攻をきっかけにブッシュはその取引を引っ込めました一方オバマヒラリーバイデンはロシアとの核エネルギー交渉を再開しようとしたのですプーチンに核ビジネスを与えれば米ロ関係が良好になるし世界も安定すると思ったのでしょう ウランはアメリカ側がロシアに提供したご褒美でした同時にアメリカはイラン問題も抱えていたのでイランとの交渉を進めるためにロシアの協力を必要としていましたそこでオバマ政権はプーチンのご機嫌を取るために大量のアメリカ産ウランをロシアに輸出しアメリカのシリコンバレーをロシアに建設してあげましたオバマ政権はロシアのためにたくさんの便宜を図ってあげたのです ところが、ロシアを取り込んだと思った矢先に、アメリカはロシアからはしごを外されました。ロシアがクリミア半島に侵攻したのです。その時クリントン、バイデン、オバマは2つの事実を突きつけられました。一つは、彼らのロシア政策が失敗だったこと。もう一つは、ピーター・シュワイザーのクリントンキャッシュが出版され、ロシアとの取引をめぐる巨額の賄賂が暴露されることです。 ですからオバマ政権はその話題を消す必要があったのですウラニウムワン社の買収に絡む汚職疑惑はなぜ嘘だと言われているのですかウラニウムワン社の汚職疑惑は徹底的な調査が行われていませんジョンと私の調査が一番真相に迫っているでしょう彼らは嘘だと言いますが何をもって嘘というのか私には理解できません 数ヶ月前のワシントン・ポストの報道によるとジェフ・セッションズ司法長官がユタ州のジョン・フーバー連邦検事にウラニウム1社の汚職疑惑について調査するよう命じましたが情報筋の話として調査はいい加減だったと伝えていますですから調査をしたと言ってもその程度だし調査報告書も出てきません汚職疑惑は嘘だという人がいますが何が嘘なのでしょうかプーチンはウランを買いましたね オバマ政権の内部の人間がウラニウムワン社のためのロビー活動をしていましたねヒラリー・クリントンは買収契約の過程で株主からお金を受け取っていましたね彼らが嘘だと主張する理由はクリントン財団に送られた政治献金の目的を証明できないからですもちろん証拠となるメールがなければ献金の目的を立証することはできません ウランを販売するから金をくれみたいなわかりやすいメールなど出てくるわけがないでしょう本の中にダグ・キャンベルという面白い人物が出てきますねロシアのウラン企業にスパイとして潜入した人物です彼について教えてくださいダグ・キャンベルはフロリダに住んでいますが近所では海外出張の多いビジネスマンという印象でした しかし彼のもう一つの顔は30年以上 CIA や FBI に協力してきたベテランの情報員でした80年代から90年代にかけて彼は海外で農産物の販売をしながら各国政府の腐敗状況を調査し CIA に報告していました CIA はアフリカ南米ヨーロッパなどの腐敗政権を把握していました 2006年から2007年にかけて彼は CIA ではなく FBI の情報員となりました彼は普段平凡なビジネスマンを演じていましたが裏では FBI のために働く秘密調査員でした彼は2006年から2007年の間に FBI から命じられプーチンの原子力ビジネスを調査することになりました キャンベルは社交的だったのですぐにアメリカでこの業界の人物と親しくなりロシアの原子力企業ロスアトム社のトップにも気に入られましたロスアトム社はプーチンの原子力ビジネスの柱ですキャンベルはロシア企業で働くには賄賂が必要だと知りそれを fbi に報告すると fbi は賄賂を承認しました 彼はアメリカのロスアトム社のトップに渡す5万ドルの現金を用意しましたが実行する日の前夜彼は眠れなかったそうです隠しカメラでお金の授受を録画する予定でしたが見つかったら殺されると思ったからですしかし彼の心配をよそにロスアトム社のトップは喜んで賄賂を受け取ったそうですその後 彼は正式にロスアトム社に採用され、3年から4年の間、FBI に情報を提供していました。一方、オバマ政権はロスアトム社の賄賂の件を知っていながら、ロシアと数十億ドルに上るウランの販売契約を結びました。つまりアメリカ政権は、後にロスアトム社に買収されたウラニウム1社を通じて、アメリカ産ウランをロシアに販売する契約を結んだのです。 プーチンの狙いは数十億ドルに上るアメリカ産のウランですそうすればアメリカのユーティリティ電気やガスなどはロシアの燃料に依存することになりますもしプーチンがアメリカ産ウランを支配すればアメリカが自力でウランを採掘できなくなることを知っていましたもしプーチンがアメリカのウラン採掘場を閉鎖したらウランの供給が止まりますよ キャンベルはその危険性に気づき、FBI に報告しました。FBI はオバマ大統領に報告し、FBI 長官のロバート・モラーも報告を受けていました。キャンベルはウラニウムワン社の危険性について、たくさんの証拠を提出しましたが、オバマ政権はウラニウムワン社との取引を承認しました。オバマ政権はウラニウムワン社を通じてアメリカ産ウランの20%を販売する契約を結んだのです。 プーチンがエネルギー支配を目論んでいるのは明らかなのになぜアメリカ政権がこんなことをするのかキャンベルには理解できませんでしたその後彼はやる気をなくしましたこれは私の本の重要な部分で誰もこれを嘘だとは言いませんワシントンではロシア企業からの献金の合法性について盛んに議論されていましたが議論の余地のない事実があるのですオバマ、ヒラリー・クリントン ジョー・バイデンがロシアにウランを提供する契約を交わしたのは事実です。彼らはロシアのロスアトム社がアメリカで、賄賂、強制、マネーロンダリングに関与していることを知っていました。この事件をめぐっては、4人が有罪判決を受けて、今は刑務所にいますよ。この一連のスキャンダルが起こる前から、アメリカのウランはロシアに販売されていたし、プーチンの野望であるウラン市場の独占を許してしまいました。結局 プーチンはクリミアに侵攻し、アメリカを裏切り、米ロ関係は冷戦状態に戻りました。しかし、この問題を追及する人は誰もいませんね。国会議員の誰一人として、その事実を嘘だとは言いません。私は2017年と2018年の報告書の中で、対アメリカ外国投資委員会、セフィウスについての質問をしていますが、まだ回答を得られていません。 セフィウスとは銃の政府省庁が参加している機関で外国からの投資を監視する役目を担っています私の質問はなぜセフィウスはアメリカの安全保障上非常に重要なウランを外国へ販売することを禁止しなかったのかということですオバマ政権を擁護する人たちはダグ・キャンベルが勝手にやったのだと言い訳しています私はこの件についてワイオミングの議員と一緒に調査しました 私の情報ソースによると、FBI は確かにオバマ政権に報告したそうです。それを裏付ける公の証拠がなかったのですが、シーマスがその証拠となる文書を見つけてくれました。クリントンキャッシュが出版されましたが、まだ不明な点もありました。政治献金やウラン取引の承認があったことは事実なのに、それを嘘だと言われたので、私は常に証拠を探し続けていました。ある日、情報自由法。 フォイアに基づいてアメリカ原子力規制委員会がウェブで公開している文書の中でウラニウムワンと検索したらある文書にヒットしましたこれは数ヶ月前に公開されたばかりで原子力規制委員会もエネルギー省も対アメリカ外国投資委員会セフィウスに参加している多くの政府機関もダグ・キャンベルの報告を受けていたことを証明する文書でした ですから、オバマも FBI 長官のロバート・モラーも CIA 長官のジョン・ブレナンも国家情報長官 DNI のジェームズ・クラッパーもそのほかニュースで馴染みのある人たちも皆ウラニウム1社との取引が承認される前にこの賄賂の事実を知っていましたウラニウム1社との契約は DNI が真っ先に審査するべき案件です。 国家の脅威になるかどうか安全保障上の問題がないかなど DNI が厳しくチェックするべきでしたウクライナがロシアの石油とガスに依存しロシアに支配されているのを知っているのにアメリカがロシアの資源に依存するなんて論外ですよね私はすぐにこの文章をジョンに送りましたこの文書は密かにウェブで公開されていたしこれこそが動かぬ証拠ですよ これは公共の利益に関わる重大な問題です政府には2つのやり方があります入念に調査するかあるいは上辺だけ調査するか2つのやり方がありますウラニウム1社を実際に買収したのはロスアトム社の子会社であるアーム G 社ですこのアーム G 社とテナム社がつながっているとは知らなかったとアメリカ原子力規制委員会は言い訳していますテナム社は賄賂を支払った会社ですが これを知らなかったなんて信じられませんよいいですかアームジー社とテナム社が姉妹関係にあることは Google で検索すればすぐにわかりますアームズ社とテナム社はともにロスアトム社傘下の子会社なのですつまりテナム社とアームジー社はつながっています Google で検索すれば誰にでもわかることですまたダグキャンベルが一緒に働いていたテナム社の人間はプーチンの部下だったという証拠もあります 彼らはテナム社がウラニウムワン社を買収できるように働きかけていました。FBI は明らかにこの情報を持っていたのに、オバマ政権はそれを見る時間がなかったのでしょうか。興味がなかったのでしょうか。明らかに重要な案件なのに、彼らが不注意だったことは確かです。オバマだろうが、トランプだろうが、このような重大な案件は国益に基づいて決めるべきです。 しかしオバマは非常に重大な証拠を隠していました2010年にはいろいろな出来事がありました特に5月と6月です FBI はダグ・キャンベルから得た情報によりロシアがロスアトム社やテナム社を通じて賄賂脅迫マネーロンダリングに関与していることを掴んでいましたまた2010年5月にはアメリカでロシアのスパイグループが逮捕されました アナ・チャップマンという美女を含む十数人のロシアスパイです彼らはロシア人で不法者のプログラムと呼ばれるスパイ活動を行っていました彼らの一部はクリントン政権内の核エネルギー担当官と親しく付き合っていましたですからこのスパイグループには核戦略が絡んでいます彼らは賄賂リベートマネーロンダリング脅迫 核関連のスパイ活動をしていたのに一体 fbi は何をしていたのでしょうかこれは2010年5月の話ですその翌月ビルクリントン大統領はロシアでのスピーチの見返りとして50万ドルを受け取りましたプーチンはクリントンにロシアの起業家や高級官僚と合わせようとしましたがクリントンはプーチンだけと会談しましたその会談で プーチンはアメリカの警察は毎日市民を逮捕しているねとクリントンをからかったそうですつまりプーチンはロシアのスパイがアメリカで逮捕されたことをジョークとして笑っていましたそれから2ヶ月後の2010年8月アメリカ原子力規制委員会がロシアの賄賂について説明を受けていたことが発覚しました対アメリカ外国投資委員会セフィウスの調査も9月に波紋を呼びました ですから半年以内にロシア絡みの犯罪が次々と発覚し十数人のスパイが逮捕されましたここで私が強調したいのはウラニウム1社は明らかに怪しい企業ですジェームズ・リカードという頭の切れる人物が CIA の情報員として働いていました彼は CIA から対アメリカ外国投資委員会セフィウスの案件を捜査するよう命じられました 彼によるとこのウラン取引だけはセフィウスから引き離されて内部だけで手続きが進んでいたと話してくれました驚きですね。彼によればこのウラン取引は絶対にレッドフラッグ赤信号に分類されるもので通常だったら直ちに停止すべき案件ですあの美女のスパイアナ・チャップマンについて話しましょう数年前に機密文書が公開されました アナ・チャップマンを含む10人の女スパイがアメリカで逮捕された理由は、グループの1人がヒラリー・クリントンに接近していたからです。その女は国務省での仕事を狙っていました。彼女は民主党を支持する大富豪の下で働いていました。もちろんその富豪は、彼女がロシアスパイであることは知りません。女スパイは次に国務省での仕事を狙っていました。 その時点で FBI はそのスパイグループの逮捕を決断したのです。これについては、アメリカのダニエル・ホフマンというロシアスパイの専門家が、面白い見解を示しています。ホフマンは元 CIA のモスクワ支局のチーフです。彼によれば、我々のロシアスパイについての認識は、完全に間違っているそうです。ロシアにとっては、ヒラリー・クリントンでもドナルド・トランプでも、どちらでもよかったのです。 ロシアの真の目的はさまざまなレベルのアメリカの政治家を妨害することですそうすればアメリカ人が民主主義を信じなくなるし政治家に対する信頼も失います彼はロシア人たちはスパイ活動を発見してもらいたかったのだと言っていますこれもロシアの戦略なのですわざと発見されやすいようなスパイ活動をするのです アメリカ人が見つけやすいように、分かりやすいスパイ活動をするということです。目的はアメリカ人を混乱させるためです。ロシアは何を狙っているのか、なぜヒラリー・クリントンやドナルド・トランプを妨害するのか、と我々は混乱するでしょう。これもロシアのシナリオなのです。2009年から2019年までの一連の出来事を見れば分かります。 ロシアはスパイグループがヒラリー・クリントンに接近していることをアメリカに見つけてほしかったのですそうすれば今度はヒラリー・クリントンのロシア疑惑が持ち上がるでしょうロシアはスピーチの見返りとしてビル・クリントンに50万ドルを支払いましたこれもアメリカ人の疑惑を呼びますねまたなぜトランプ陣営の人間とロシア人がトランプタワーで会ったのですか発見されやすいからですよロシア人弁護士が トランプの戦隊本部長とトランプタワーで会いましたロシア人は非常に珍しいパロールビザと呼ばれるビザを持っていましたこれは司法省が特別に発行を許可するビザですつまり彼女は司法省の監視を受けているのに堂々とトランプタワーに行ってトランプ陣営の人間と会っていたのですもしこれを秘密にしたければ絶対にこんな目立つことはしませんね ですから、ロシアはこれを全部知ってほしかったのです。これが発覚すれば、3から4年はアメリカで議論になるでしょう。ロシア疑惑のスキャンダルが、アメリカで大騒ぎになりましたが、これはプーチンが期待していたよりも絶大な効果がありました。アメリカは大混乱に陥ったし、うちわもめや非難の応酬が絶えなかった。これこそがプーチンの狙いだったのです。 この本の中で非常に印象的な箇所がありましたそこを読みましょうそこからいろいろなエピソードを聞いてみたいと思いますサイバー攻撃やソーシャルメディアに投じた15万ドルの広告費が2016年の大統領選でここまで大きなスキャンダルになるなんてプーチンさえも予想していなかっただろうこの騒ぎはアメリカの制度によって3年間も維持されたのであるもう一つ読みます 我々は新たな情報戦の時代に突入した外国の侵入者はスパイだけではない長い間中立だと思っていたアメリカの制度がフェイクニュース、嘘、隠蔽に積極的に加担しているその影響は幅広く解決法はまだ見つからないこれがこの本で提起されている課題ですねつまり過去10年にわたりアメリカで流されてきた嘘です これはでっち上げだったロシア疑惑ととスパイゲートとどう関係がありますかクリントン陣営の戦隊幹部も話していましたが誰もこんなに大騒ぎになるとは予想もしていませんでした当時は誰もドナルド・トランプが当選すると思っていなかったし選挙結果はどっちに転ぶか分かりませんでした一方民主党はロシア絡みのスキャンダルで 共和党候補を倒しオバマ政権のロシア問題をごまかすつもりでしたまたトランプ大統領も思わず彼らの思惑通りに行動してしまいましたトランプはポールマナフォートを戦隊本部長に任命してしまいましたマナフォートはヒラリークリントンと民主党陣営が目をつけていた人物です 民主党陣営は2015年末から2016年初めの彼の足取りを調査して彼がロシア人弁護士と会っていたことを突き止めました彼は罠にはまってしまったのですさて後に人々がこの歴史を振り返ってみれば2016年7月5日は特別な日だったと記憶するでしょうこの日2つの出来事が起きました 一つは FBI 長官のジェームス・コミーがヒラリー・クリントンのメール問題の捜査を打ち切ると宣言しましたヒラリーはひどいことをしたけれど彼女の意図は証明できないとして捜査は終了しましたそして同日元 MI6 の職員クリストファー・スティールがロンドンの FBI オフィスにトランプがロシアと共謀しているとする調査書を提出しましたそれからですよ恋か偶然か トランプのロシア疑惑が始まったのはヒラリー・クリントンのメール問題もクリントンキャッシュのスキャンダルも立ち消えになりましたその代わりにトランプのロシア疑惑がメディアを賑わせたのですメディアの嘘について例を挙げましょう最近クリストファー・スティールがイギリスでの裁判に負けたというニュースがありました裁判所はスティールが作成したトランプについての調査書は全くのでたらめと結論付けました 彼の調査書には FBI に報告できるほどの十分な裏付けも証拠もなかったのですスティールの文書は単なる捏造されたストーリーでした2016年秋から今まで FBI はその文書は嘘だったと100回以上も言い続けていますしかし主流テレビ局はこのストーリーを繰り返し報道し宣伝してきました モスクワにあるロシア国営のアルファ銀行とトランプタワーのサーバーがつながっているというニュースもありましたね FBI は2016年10月にそれを否定しましたがこのストーリーは何度も報道されました私はメディア業界にも知り合いがいますが彼らはこの偽のストーリーを事実であるかのごとく報道していました 数週間前に、元 FBI 長官でロシア疑惑の捜査を任命されたロバート・モラーは、アメリカ議会の公聴会に召喚されました。モラーはアルファ銀行とトランプタワーのつながりについて質問されると、私はそれを信じていなかったと答えました。一体なぜアメリカのメディアは、民主党は、リベラル派は、諜報機関は、共和党は、嘘だと立証されたストーリーをずっと流し続けていたのでしょうか。 ですから我々は嘘のの時代に生きているのです我々はロシア疑惑について FBI の結論を信じていましたねさらにはトランプ陣営の顧問だったカーター・ペイジは元 CIA の情報員でしたが FBI はその事実を隠していましたもし外国情報監視裁判所ファイザーがそれを知っていたらカーター・ペイジの身辺調査をする理由がありませんよね アメリカの歴史の中で FBI が文書を改ざんし、アメリカを助けようとした人物の言葉を歪曲するなんて誰が想像できたでしょうか。アメリカのメディアが嘘のストーリーを流し続けるなんて誰が想像できたでしょうか。私は何度も FBI に電話しました。その度に彼らは、それは嘘だから信じるなと私に言いました。 FBI が嘘だったことを証明し、公式に声明を発表しているのに、メディアはずっと偽のストーリーを報道し続けたのです。我々はアメリカの報道機関を信用してきました。少なくとも政治的には中立だと思っていました。しかし実際には、メディアも政治と偽情報の泥沼にはまっています。アメリカの制度は民主主義の要だったのに、今や政治と偽情報によって引きずり下ろされました。 もちろん政治は常に嘘と捜査がつきものですが、国務省や FBI、報道機関が政治を監視する役目を果たしてきましたしかし2009年以降、我々は嘘の時代に飲み込まれてしまったのですこのまま行くとどうなるのか、私はアメリカの将来を憂慮していますシーマスさんはこの件に関して膨大な文書を検索されましたね。 徹底的な証拠と思われる驚くべき文章を発見したことはありますか刊末の注釈が非常に膨大なので驚きました動かぬ証拠となる文書をいくつか発見しました我々はスパイゲートもウラニウムワン社の話も全て知っていましたが民主党は堅くなに嘘だ証拠はないと否定していましたそこで我々はそれが本物と証明するような文章を次々と見つけました シュワイザーやソロモンの主張が完全に正しいことを裏付ける文書です。一つ例を挙げましょう。私はウラニウムワン社が買収されたとき、ロシア側の担当者について調べました。ウラニウムワン社はワシントンの会社を財務のアドバイザーとして採用しました。私は政府のウェブサイトでこの担当者の身元を突き止めました。 彼はアーム G 社の代理人で、対アメリカ外国投資委員会、セフィウスについてのアドバイザーでした。また彼はブッシュ政権時、アメリカ商務省に所属し、国務省諮問委員会、国際経済政策グループの委員長でした。つまり彼は国務省の人間で、2010年にヒラリー・クリントンと会っています。 2010年4月、ヒラリー・クリントン国務長官と彼女が任命したその人物は、セフィウスの決定に関与したはずです。ヒラリーは何も知らなかったと言っていますが、ロシア人がウラン取引に関与しているのに、ヒラリー長官が何も知らないなんて信じられますかこののの男はロシアたために働いていてです ロシア企業から報酬を得て、ウラン関連のアメリカ企業を買収する方法をアドバイスし、その一方で彼は国務省で、ヒラリー・クリントンに助言する立場にいました。彼がヒラリーに何をアドバイスしたのかは知るよしもありませんが、当然、アメリカ市場を開放して、外国からの投資を増やすよう助言するでしょう。ですから、これは明らかに利益相反です。 ですからこれは私にとって決定的な証拠です彼はウラン取引が始まる半年前に国務省とロシア両方のために働いていたのです実際にはロシア政府から報酬を得ながらアメリカ国務省で働く人がいますそれもエネルギー担当ですこんなことがまかり通るなんて全くの利益相反行為です驚きの事実です 諸報機関の専門家によると、アメリカの最大の問題は、過去15年間において、安全保障が深刻に脅かされていることです。ロシアや中国が浸透しています。彼らがアメリカのビジネスや政府機関に潜入し、情報収集やスパイ活動を行っています。アメリカは冷戦時代と比べて、警戒を緩めてしまいました。 一般のアメリカ人だけでなくビジネスパーソンや安全保障の専門家も含めて我々のガードは甘すぎるのですロシアや中国は10年から20年前よりも膨大な情報を盗んでいます我々は情報を公開しているので敵は我々を操作できるし有利に立つことができます60年代から80年代には不可能だったことですよ我々はずっと敵の企みに対して目をつぶってきたのです この本を読みながらロシアの戦略は非常に成功していると感じましたガスやウランを含めたロシアのエネルギー支配です当時は誰もそれについて議論する人はいませんでしたまた私は多くの中国問題の専門家をインタビューしましたが中国の対アメリカ戦略はロシアより効果を上げているように感じますオバマ政権とトランプ政権の外国勢力に対する政策はどう評価しますか トランプ政権はロシアと蜜月だというようなイメージが作られていましたが現実はどうでしょうか実際には今の対ロシア制裁はロシアがクリミア侵攻した後にオバマ政権が発動した制裁よりもはるかに厳しいものですオバマ政権下ではアメリカからウクライナへの援助は全くありませんでしたがトランプ政権は援助しましたまた中国ですが ここ数ヶ月で多くの人が起訴され、専任計画の中身が明らかになっています。アメリカの学者たちが中国政府から報酬を得て働くなんて、明らかな浸透工作です。学者らが中国政府と契約を結んだのは、すべてオバマ政権の時期ですよ。今はトランプ政権が専任計画を摘発しています。 捜査の最前線にいる人々は、トランプが好きか嫌いかは別として、安全保障については、トランプの方が厳しく取り締まっていると話してくれます。しかし我々が摘発したのは、氷山の一角に過ぎず、問題の表面に触れただけです。あまり注目されていませんが、トランプ政権は無入ュ財務長官の下、対アメリカ外投資委員会、セフィウスの審査を強化しました。 今後、アメリカの戦略的資源はセフィウスで厳しく審査されるようになるでしょう。ロシアのロスアトム社傘下のアームジー社とテナム社が、つながっていたことを知らなかったなんて言い訳はできなくなりますよ。不許可となった外国取引も増えているので、少しは改善しているでしょう。アメリカは2000年から2020年にかけて、劣勢に追いやられました。これを挽回するには何年もかかります。 中国とロシアはアメリカに大きな影響を及ぼしましたたとえ彼らを摘発してもアメリカ人がロシアのウランに依存していることに変わりはないしこれがロシアの金の供給源ですアメリカは非常に大きなダメージを受けましたが誰もその問題を解決していませんこの課題は次のアメリカのリーダーたちに託されるでしょう財務省がセフィウスの審査を強化することについて面白い手紙を見つけました ウラニウム1社の買収を担当したロシア人で国務省の顧問を見つけたときのことです。彼は中国企業ブロードコムによるモバイルチップ大手クアルコムの買収提案にも関与していました。これも財務省の審査を受けていませんでした。トランプ大統領はセフィウスに対して、我々の敵を代表しているセフィウス担当者へという皮肉の文書を発行し、安全保障上の脅威になるとして、その取引を停止させました。 つまり、オバマ政権はアメリカにとって重要な会社を敵に売り渡してしまいましたが、トランプ政権はそのような取引をストップさせようとしています。最近の選挙遊説もガラッと変わりましたね。以前、ジョー・バイデンは中国を擁護し続け、中国を批判する人を外国人恐怖症とまで言っていたのに、今や中国は深刻な問題だとか、アメリカ製品を買うべきだとか言い出しました。 バイデンの最近の主張は2015年のトランプのマニフェストと同じです。ですから民主党はうまく立ち回っていますよ。我々はアメリカがどれだけロシアと中国にリードを許してしまったのか、ここで冷静に分析する必要があります。しかし、その評価を行ったとしても、アメリカは以前として安全保障の面でも、経済面でも非常に脆弱です。 また我々は取るに足らないつまらない問題をずっと議論していますがこれを軌道修正できる人物が必要です私は次世代のアメリカ人のことを非常に心配しています敵と味方両方の間でうまく演じている人は何人くらいいるのですかつまりロシアや中国から報酬を受けながら国務省で働いている人は何人いるでしょうか恐ろしいですよねなぜそれがまかり通るのか理解できません 彼らは外国政府から直接報酬をもらっています司法省の外国代理人登録法ファイザのウェブサイトには何万件もの文書がありますこれはアメリカ企業が提出した文書ですが各取引の中にロシアや中国を含む多くの外国人が登録されていますアメリカ政府はこれらの企業に対して積極的に情報公開を求めるべきです彼らの顧客は中国あるいはロシアなのか 例えばトランプ戦隊のマナフォート本部長も外国代理人登録をしていませんでしたが民主党がそれを違反行為として彼を槍玉にあげましたロシアがアメリカのウラニウムワ社を買収するときアメリカのポデスタグループがロビー活動を請け負っていましたポデスタ会長の弟はオバマ大統領顧問のジョン・ポデスタですポデスタグループは当時ロシアと密接な関係がありました これはほんの一例ですが、外国政府のために働くロビー団体はたくさんいます。彼らが情報を全部開示するわけではありません。ダグ・キャンベルの面白いエピソードがあります。ウラニウム1社の買収が承認された後、ロシアはメリーランド州にテナム社のオフィスを設け、アメリカで足場を着々と固めました。ロシア人たちは、ダグ・キャンベルの功績を称えて、彼をディナーに招待しました。キャンベルはもちろん、 FBI のエージェントとして隠しマイクをつけてディナーに臨みましたディナーの席でロシア人たちはオバマ政権を扱うのは赤子の手をひねるように簡単だと笑い飛ばしたそうですオバマ大統領をゲビタあだ名で罵りウォッカを飲みながらアメリカ人は単純だと笑っていたそうですその会話はキャンベルの隠しマイクで録音され FBI がそれをオバマに報告しました これはオバマ政権にとって最大の侮辱でしたこれをきっかけに、ヒラリー・クリントン、オバマ、バイデンのチームは、2016年大統領選の論点をすり替え、トランプに押し付けることを決心したのでしょう。オバマ政権はロシアの詐欺行為を許してしまいました。この失敗がアメリカ市民にバレたら、大変なことになると思ったのでしょう。 オバマたちはアメリカがロシアに便宜を図れば、民主主義の価値観を共有できると信じていましたが、その思惑は外れました。ロシアと中国の2国については、アメリカの判断は誤りでした。私は最近、ニュート・ギングリッチを取材しました。彼は20年前、中国の民主化を期待して、対中貿易を推進していましたが、それは誤りだったと告白しています。 ロシアのペレストロイカが中国でも起きると思っていたが、私の間違いだったと言いました。ロシア人たちは、FBI がダグ・キャンベルに仕込んだマイクの向こうで、アメリカをバカにしました。我々はこの、嘘の時代に大きなものを失ったのです。このエピソードを聞いて、アメリカ人が目覚めることを願っています。ジョンさん、このロシア疑惑は、スパイゲートとか、FBI 捜査のコードネーム、 クロスファイヤーハリケーンとか呼ばれていますがあなたはなぜこの一連の事件を調査しようと思ったのですかこれは偶然の出会いでしたロシア疑惑が騒がれ始めたのは大統領選の最後の方でした私は諜報機関や FBI に連絡して真実を確かめようと思いましたが彼らはニューヨーク・タイムズと同じことしか言わないので疑わしいと思ったのです明らかに多くのことが絡んでいるのに事実は明かされていないと感じました 大手メディアの報道は別の方向へ誘導していたので私は彼らのストーリーを無視することにしましたこれは2017年春のことです私は20年間調査報道をしてきましたが一番気にしているのは FBI が権力を増幅させ市民の自由を奪っていることです私はワシントンポストにいた時外国情報監視法ファイザや情報開示命令書などについて調査しアメリカ自由人権協会 ACLU の取材もしました テロや外国のスパイ活動を阻止するという名目で政府機関に情報収集する権力を与えすぎたら市民の自由が脅かされます2017年3月の時点で政府が市民を盗聴していると聞いても私は信じられなかったでしょう潮目が変わったのは2017年の春です当時私と友人のサラ・カーターは共同で本を執筆していました 内容は、オバマ政権が外国情報監視法、ファイザーを乱用して、違法にアメリカ市民の情報収集を行っていたことです。司法省は時間が経ってから、この情報を公開しました。これはオバマ政権の最後の頃に公開されました。トランプ大統領が当選する10日前のことです。私はこの話題に飛びつきました。なぜならば、市民の自由を犯す多くの法律違反があったからです。 私はフォックステレビの番組に出演して、私が調査していることを話しました。その後のことです。軍人のような政府関係者2人が私の家にやってきました。彼らは私の本を読み、フォックステレビの番組を見たと話し、君の調査報道は氷山の一角だと教えてくれました。これは背後に大きな組織が絡んでいるから、もっと調査しなさいと激励されたのです。 彼らは極秘情報なので詳しく説明できないと前置きして、最高権力を持つ諜報機関は、汚い政治トリックを使ってきたと言いました。私は彼らが何を言っているのかさっぱり分かりませんでした。当時はロシアということさえ思いつかなかったのです。彼らは、これは野党の調査プロジェクトだ、最近のメディア報道を見れば分かるだろう、といろいろと私にヒントをくれました。 なぜ私のところへ来たのかと質問すると、彼らは、この諜報機関が権力を乱用し、市民の自由を脅かしていることが暴露されたら、アメリカ市民は安心できないし、我々も仕事ができなくなる。だから、我々がやっている仕事を調査して、暴露しなさい。誰がこの権力を乱用しているのかを調べなさい。ただし、我々がこの権力を正しい目的のために使えるようにしてほしい。 我々だだって不正に使いいいたたくはないのかかららと言いましたそれからですよ私はすぐに友人のサラ・カーターにメールを送りました夜中の2時過ぎでしたが5分後に彼女から返信がありましたそして2人で決めたのです彼らが何を言っているのか2人で調査しようとねその後調査を続けて一つ一つ事実が明らかになりました FBI はアメリカ国家安全保障局 NSA のデータベースを利用したり一般市民の会話を傍受したりしていましたアメリカ最高の諜報機関はスパイ道具を手足のように使って汚い政治トリックを仕掛けていたのですトランプがロシアと共謀したという汚名を着せるためですオバマ政権がロシア政策の失敗を世論から隠すための策略でした あの二人の男性が現れなかったら、私はこの調査を始めていなかったでしょう。あの二人は、この政治トリックを仕掛けたり、権力を乱用したりした人間の責任を追及してほしかったのです。外国情報監視法、ファイザー裁判所に嘘をついたり、でっち上げに過ぎない、スティール文書を本物だと主張した人間、またカーター・ページは CIA の情報員だったのに文書を改ざんしてそれを隠した人物などです。 我々は多くの情報を収集し、事件の全容を明らかにしました。この事件は暴露されてから何年も経っているのに、誰も責任を問われていません。私は、危険を承知で私に会いに来てくれた二人を思うと、夜も眠れません。もしこの事件がうやむやになったら、同じことが別の政権で、あるいは別の選挙で、繰り返される可能性があるからです。私はそれを心配しています。 それがこのフォールアウトの最後の章で問いかけていますこのすべてを仕組んだ責任者を追求しなければ同じことが繰り返されるかもしれないのですアメリカは今や暗黒の時代ですねどうやってここから抜け出すべきでしょうか多くのアメリカ人が落胆していると思いますがはい、私もがっかりしましたよ 多くのメディアはアジェンダが先行して結論ありきの報道ばかりで事実を見ようとしません結論に見合う事実を探そうとするしジャーナリストは間違った方向へ向かっています我々は事実に基づいて嘘を暴きましたこれは政治のトリックではなく事実ですこれがジャーナリズムのあるべき姿ですエポック・タイムズにはそれがあるしピーター・シュワイ・ツアーやシーマスが所属する団体にもあります ジャーナリストは勝ち負けにこだわらず深みのあるニュース報道をするべきですこの本は内容が濃すぎて読むにはきついかもしれませんが事実であふれています20年前から30年前私は毎朝新聞を読むのを楽しみにしていました今や Twitter がニュースの中心になってしまいましたがそれは間違っていますそれはジャーナリズムではありません もう一つ、アメリカをダメにしているのは、諜報機関のスパイ道具です。FBI や CIA、アメリカ国家安全保障局、NSA で起こったような過ちを、再発させてはなりません。もし再発させたら、我々はバナナ共和国、外国に依存する小国になるでしょう。偽の目的のために、諜報機関がスパイ活動をしたり、外国情報監視法、 ファイザー裁判所を誘導したり、文書を改ざんしたりすることを許してはなりません。無実の人間を誤って追及したときは、それを正さなければなりません。2016年と2017年に起きたことに対して、誰も起訴されなければ、アメリカは民主主義から一歩後退し、バナナ共和国に近づくでしょう。アメリカの転覆を狙っているロシアと中国が喜びますよ。この本は単なるエピソードではありません。 アメリカの将来はどうなるのかと真剣に問いかけているのです今のジャーナリストにはプロとしての責任感を持つ人がいません過去の過ちから学ぼうとしていませんそれを私は最も恐れています今日はありがとうございましたありがとうございました FBI の職権乱用が発覚したクロスファイヤーハリケーンのスキャンダルは大勢の人々を巻き込みましたカーター・ペイジ氏や不倫中将の評判は著しく傷つけられアメリカの司法制度法の支配諜報機関の信頼は失墜しました 本日インタビューに応じたソロモン氏とブルーナー氏によればロシア疑惑が始まったのはトランプが大統領選に出馬する前に遡りオバマ政権がロシア政策の失敗を隠すことが原因でしたオバマ政権がロシアにウランを委ねた政策は軽率でした今後これがどうアメリカの将来に影響するのでしょうかどうぞ2人の著書「フォールアウト」を読んでご自分で判断してください your reading list and see for yourself.